左翼急進党はかつて存在したフランスの政党。急進主義を掲げる政党で2007年フランス大統領選挙では社会党から立候補したセゴレーヌ・ロワイヤル候補を応援した。1901年に創立された共和国求進社会党から1972年にフランス社会党やフランス共産党との共闘に積極的な左派が離党。 左翼急進運動として決闘し、1998年に左翼急進党に改名した。現在の党首は元国民議会議員で1986年から上院議員を務めているジャンミシェル・バイレ。急進主義、社会自由主義、左翼を基本理念にしている。1994年欧州議会議員選挙では、歌手、俳優、 映画監督のベルナール・タピを代表とする、求心的なエネルギーを結成して臨み、上位から4番目の234万4457票を、得て13議席を獲得、圧勝した。その後一時期求心社会党を名乗ったが、フランス民主連合に加盟している、急進党からの抗議によって、現在の透明に変更した。2002年フランス大統領選挙では、南アメリカにある、 フランス領ギアナ選出で1993年から国民議会議員を務めている女性のクリスチャーヌ扉を擁立した。彼女はフランスで唯一の黒人の国民議会議員であるが66万447票の獲得に止まり惨敗した。欧州統合には賛成の立場で欧州憲法に賛成するキャンペーンを行った。ありがとうございます。